18章、シュアハ人ビルダドはそれを聞いて言った。いつになったらそのひどい話をやめるのか。物分かりが良ければ私たちが話してあげよう。どうして私たちは動物のように見なされ愚か者と見られるのか。あなたが怒りのままに自分を引き裂けば、あなたのために地上には人がいなくなるとでも言うのか。または岩が崩れ落ちるとでも言うのか。悪人の光は消え去り、悪人の炎が輝くことはない。天幕の中の光は必ず暗くなり、彼を照らすランプの火は消え去る。彼の力強い歩幅は狭くなる。彼は自分で立てた策略に足を取られる。自分の足が赴くままに網にかかる。さまよいながら足を網に乗せる。仕掛けが彼のかかとを捕らえる。彼は罠にかかる。彼を捕らえる綱が地面に、仕掛けが通り道に隠されている。恐ろしいことが四方から彼を襲い、彼の足を追いかける。彼は力が衰え、災難によってよろける。彼の皮膚は蝕まれ、命を奪う病気が手足を食い尽くす。彼は安全な自分の天幕から引き離され、恐怖の王のもとへ行進する。彼の天幕にはよそ者たちが住み、硫黄が住まいの上にばらまかれる。彼の根は干からび、枝は枯れる。彼のことを覚えている人は地上にいなくなり、彼の名を知っている人も通りにいなくなる。彼は光から闇へと運び去られ、大地から追い出される。自分の民の中に子孫が一人もいなくなる。彼が住んでいた場所には誰もいなくなる。彼が滅びる日が来ると、西の人々は唖然とし、東の人々は恐れて戸惑う。これが悪を行う人の天幕に起きることだ。神を知らない人がいる場所に起きることだ。